ピリッポス三世は、アルゲアス朝のマケドニア王。本名は、アリダイオス、ピリッポス二世の諸子で、アレクサンドロス三世のイボアニにあたり、アレクサンドロスの名目的な後継者とされた。マケドニア王ピリッポス二世とラディサ出身の踊り子、ピリンナの間に生まれた。諸子であったが、やがて彼の結婚問題をめぐって、ピリッポスとアレクサンドロスの中が、険悪化し、 一時アレクサンドロスが母のオリンピアスと共にマケドニアを出本する事態などになったため、アリダイオスの地位が相対的に向上し、アレクサンドロスのライバルとみなされるようになった。プルタルコスによればオリンピアスはアリダイオスの影響力が強まるのを恐れ、彼に毒薬を持ったという。アリダイオスは毒のために知的障害者となり、事実上王い継承の資格を喪失した。 その後アリダヨスは、マケドニア宮廷において長らく日陰の存在であったが、一代で大帝国を築き上げた弟のアレクサンドロスが、紀元前323年に急死したことから事態が、急展開する。アレクサンドロスには王位を託すにたる息子がおらず、しかもその遺言は、最も強き者が我が後を告げという、諸将にとっては王位に困惑させられるものであった。 アレクサンドロスの死後その家臣たちは、バビロンで、今後の体制を決定する会議を開いた。当時血縁上アレクサンドロスに近しい者としては、まず、アレクサンドロスと、愛称ワルシネの間に生まれたヘラクレスがいたが、幼少の上初出という弱みがあった。武将、ネアルコスは彼を推薦したが、賛同する者は皆無であったという。アレクサンドロスの聖秘、ロクサネは、 当時妊娠6ヶ月であったが、無論生まれてくる子供の性別もわからない状態ではどうともしがたかった。将軍、ペルディッカスは、ひとまず彼女の出産まで事態を据え置くことを提案したが、プトレマイオスはいずれにせよ異国人の血を引くことになる王子の継承に反対し、重臣たちの抗議性を提案した。武将メレアグロスは、他の者たちの抗論を一周し、 いち早く軍隊の掌握を図った。クルティウスルフスによれば、この時無名の兵士が突然アリダヨスの名を挙げ、彼こそが大たる資格を持つ唯一の人物であると主張した。多くの者はこの意見に賛同し、大勢は一挙にアリダヨスに傾いた。当時バビロンに合わせたアリダヨスが直ちに連れて来られ、ピリッポスの名によって観光を受けると、 メレアグロスが即刻アリダイオスの支持を表明し、後見人として事実上の最高権力者となることを図った。恐れを抱いたペルディッカスとメレアグロスの間であわや内戦が始まりかけたが、この時アリダイオスは兵士たちに戦いをやめるように説得し、見事に海戦を創始してみせた。しかしわずか数日後、軍隊を清める儀式の最中に、 ペルディッカスの策によってメレアグロスは支持者もろとも滅ぼされた。こうしてペルディッカスがひとまず主導権を確立し武将たちに各々の管轄地域を指定して帝国を分割した。アリダイオスはマケドニアをピリッポス三世として即位したが大王の広草根の出産を待ち生まれてくる子供が男子であれば出生の時点からアリダイオスの共同統治者となることが取り決められた。 六三年浜もなく男子を産み落とし、生まれてきた子供はアレクサンドロス四世と名付けられ、ピリッポスの共同統治者とされた。その結果ペルディッカスが帝国摂政としてアレクサンドロス四世を貢献し、人望のあった武将クラテロスがピリッポス三世の貢献人となることが定められた。しかし、アレクサンドロス大王の医療をめぐる武将たちの争いは収まることはなく、 紀元前321年にクラテロスもヘレスポントスの戦いで敗死した。その後、ピリッポス3世はマケドニア本国に移されたが、間もなく、ここでカッサンドロスとポルペルコンが帝国摂政の地位をめぐって争いを起こした。ピリッポス3世の妻エウユリ,リケ2世は、この際にカッサンドロスと結んでマケドニア王家の実権を握ろうとした。これに対し、 ポルペルコンと同行していたオリュンピアスは軍を、自ら軍を率いて、マケドニアに乗り込んできた。紀元前317年オリュンピアスによって、ピリッポス三世は捕らえられ、処刑された。ありがとうございます。